さあ、ということで今回は一番くじ鬼滅の刃鬼の住む町 A 賞マスターライズかまど炭治郎フィギュアの開封レビューを行っていきたいと思います。まあ、引く予定じゃなかったんだけど、ちょっと魔が差して3回だけ引いたら当たっちゃったんで、まあレビューしないわけにもいかないっていうことで、じゃあ開けていきましょう。はい、ブリスター仕様になってますね。まあ、パッと見た感じでかいね、やっぱりマスターライズだけあって。で、本体と刀と補助パーツになりますね。じゃあ組んでいきましょう。はい、組んでいきました。パッと見た感じね、左腕が随分なんか写真と違って上に上がってるなぁと思ってさ、顔がちょっと隠れ気味なんだよね。箱の腕の位置と違うんだよな、ちょっと。いや、個体差でこういうことはないでしょ、さすがに。顔を見せながらになるっていうと、だいぶこう横向きになっちゃうけどね。こんなもんなのかな。で、あの自立はするんだけど怪しいね、ちょっと。だからまあ補助パーツはつけたいんだけど、補助パーツのハマりがね、あんまり良くないんだよね。なんかまあまあ、これは個体差だろうけど、普通につけると足がちょっと浮いちゃうのよ。足が浮かないようにつけると補助パーツ外れちゃうのよ。まあまあしょうがないね。で、全体的にはまあこういう感じですね。あの木箱はすごいね、これは。うん、ここはちょっと後で話します。で、全体的にね、そうだね、よくね、成形感が強いっていう風に言われてたんだけど、まあおそらく羽織の影響かな、それは。あと肌に陰影がないからだと思うね。でね、体服、まあインナーの方だよね。そこはまあそれも後で話すけど、素晴らしいです。じゃあ細かく見ていきますか。はい、まずは顔からいきましょう。うん、いいね。何も文句がないな、顔、表情に関しては。全く文句のつけどころがない、個人的にはね。で、髪の毛はね、陰影は効いてるんだけど、どうだろうな、ここに関してはなんか整形っぽさを感じざるを得ないんだよな。何なんだろうな。全然クリアーではないんだけど、ちょっとクリアーっぽいというか、それがちょっとね、整形っぽく見えるっていうか、難しいのは何て表現すればいいんだろうな。陰影が効いてるからいいんだけど、塗ってるっていう感じはしないかな、そんなに。もうちょっと塗装感は欲しかったなーって気はするね。で、手はね、まあ、ちょっと陰影欲しかったな、顔もだけど。もったいないな、せっかくマスターライズで出してくんだから、ちょっとでもいいから陰影は欲しかったな、肌に。ほら、もったいないよ、ここは。で、刀の方も、うん、いいね、金属というか、まあ、本当質感、現れてるね。ギラッとしててザラザラ感。すごくいいね、これは。ほら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 、この刀の質感。この金属独特のね、ちょっとザラザラしてる感じ、いいでしょ、これ。これはいいよ。刀も何も問題ないよ。で、羽織の方は、そうだね。ここだよな、やっぱこれの特にね、緑色の部分、エメラルドグリーンがやっぱり成形感が強く感じちゃうよね。まあ、ここを細かく塗装っていうのは、まあ難しいのはわかるけどね。黒い部分はどうなんだろうな、これ塗装してんのかな。わかんねえな、塗装してんのかな、この黒い部分。よくわかんないけど、この緑の成形感の印象が強すぎるから、全体的にも成形感が強く見えちゃうね。まあかまぼこ体ってな、特にな、こういう羽織のさ柄、そこのさイメージカラーとしての印象が強いじゃん。だからここの成形感が強いと、どうしても全体的にチープなね印象に見えちゃうんだよね。ちょっと今後のね課題でもあるよね。で、インナーのまあ共通の体服の方、ここが素晴らしい。よくできてるよ。もう今回マスターライズ化した一番の見どころはここじゃないかな。すげえよ、マットな質感で、すげえ綺麗なねグラデーションが効いてて、で、光の当たる角度によってね、この赤み、輝き方が違うの。これはすごいよ。ここに関してはもうマスターライズで出せる再試行って感じかな。よくここまでできたよ、すごいよ、これは。だから言っちゃうとね、俺個人的にはね、羽織なくてよかったんだよね。インナーの体服だけだったら、ものすげえかっこいい炭治郎だったと思うよ。でもしょうがないよ、これを着ちゃってるからさ。いやー、これだけで出してきてもらいたかったな、マスターライズ。超かっこよかったと思うよ、めっちゃクオリティ高くて。いやー、すげえな、ここはマジですげえな。体服かな、まあ惜しいな、脱いでもらいたかったな俺は。で、キャハンの方は、まあ今までの一番くじに鬼滅のねクオリティに比べたら、まあよく細かくできてると思うよ。丁寧に色分けもされてるなって気もするしね。で、草履の方もまあ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 マスターライズって感じかな、この辺は。
て気になってると思うんだけど、この木箱、ここはなんかね、明らかにいいものにしてやるぞっていうなんかこだわりがね、よくね伝わってくるよ。ものすごくよくできてるもん、これ本物みたいだよね。木目もそうだしさ、この鉄の部分もそうだしさ、こだわりすぎなぐらいよくできてるよ。ここに力だいぶ入れてんだろうな。これ開かねえのかな。開かないか。開いたら実は根塚が出てくるとかいう、そういうサービスないのがないでしょうね。この木箱あれか、ニスかなんか塗って仕上げてんのかな。蜜蝋かな。蜜蝋塗ってんべ、これ、よくできてんな、これ。ここに力入ってんな。ここと大福だよな。やばいな。ちょっと各パーツごとのバランスがちょっとね悪い気もするな。木箱と大福のクオリティが高すぎてね、肌とね羽織、そこがちょっとねついてこれてない。チープよやっぱそれに比べたら。そこのバランス、なんか全体的なバランスがちょっとおかしい気がするね。まあでも初のマスターライズ化でね、まあここまで、やれたのはいいと思うよ。そうね、後ろから見ると髪の毛いいな。まあこれからもマスターライズで炭治郎が出てくるとして、まあ、これからの課題はもうこの羽織だよね。羽織の成形問題だよね。もう炭治郎のこの羽織はこうやって四角形で細かいから、まあ、どこまでここをね塗装で頑張れるかだよね。これをいつまで経っても成形化に匂わす感じできちゃったらさ、他のところでどんだけマスターライズならではのクオリティ出してこようがさ、結局ね一番大きく見えるね部分で成形感漂っちゃったらね、それまでになっちゃうからね、全体的な印象の面でね。だちょっと頑張ってもらいたいな、ここは。あと肌もちょっとぐらいは陰影欲しいな。そんくらいはできるんじゃないかなって思うからね。でもまあ初のマスターライズ化ではよくできてると思うよ。まあ今これフリマでいくらになってんのか知んないけど、まあ普通に 5,6,000円でも全然いいと思うよ。クオリティ的に悪くないよ。で多分これ羽織がなくて大福だけだったら、8,000円ぐらいいってんじゃないかな、余裕で。もっといってても俺買うかもしれない。1万円でも俺買うと思うよ。だそのくらいちょっとここのね惜しいよ、ここは本当に。ということで今回は一番くじ鬼滅の刃鬼の住む町栄翔かまど炭治郎フィギュアの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら。